職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあそうですね、思考開示すると単体精査、ライン精査、まあ、全部やるっすけどね。まあ一人一人発言聞きますよ、なんかもうおかしな発言とかおかしな精査してんなと思ったらそこ指摘するし、まあどこ釣りたいって自分は結構はっきり言う方だ。まあだから村の時に、なんていうのかな、はっきり言う人、釣り位置はっきり言う人とかいいですけど、なんかヘイトを恐れて、結局何言ってるかわからん人とかも怪しむんで、まあ、その理由はちゃんと正当か不当か見るんで、まあ、みんなも情報を落とすように努力してほしいです。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。6番さんからスタートで、特に、まあ、6番さんついちはっきり言うと言ってたんですが、別に無理してあげる必要はない。ただ自分の見えてる景色は言うべきだと思ってるんで、それこそ無理しているようだったら、はい、6番さんも怪しくなるかなと思ってますが、別に2周目でいいと思ってます。進行についても別に何でもいいとは思ってます。自分はどんな動きするってもそれが芯勝ち取れる強いと思えば正解だと思うので、あとは多数決に勝ってるかどうかなので、はい、それだけですね。6番さんの印象は別に悪くはない。ただ、最初に自分の言った進行路に引っ張られてったら違和感が残るかなと思いました。そのぐらいですね。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番です。いや、ちょっと7番さんの発言聞いて、結局どっちなんやろって思いましたね。はい、なんかこれこそ6番さんの言う、ちょっと7番さんが6番さんにちょっと違和感抱いてて、それをはっきり言えないとこが怪しいよねって6番さんそう言ってたと思うんですけど、まさにその感じを出してるなと思いましたね、7番さんに関しては。はい、まあ自分はどっちかというと、まあ6番さんの意見には結構共感できる部分あるんで、はい、まあその感じで7番さんちょっと怪しいなと、6、7比べたときは7、まあ比べる必要もないんですけど、はい、7番さん怪しいなと思いました。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、現状で3人発言した中で僕が一番いいなと思ったのは8番さんかな。7番、これは7番さんに対するツッコミで、7番さんはどっちなんだろうって言って、7番さんは、まあ、6は釣り位置をはっきり言えと言ったが、無理して言う必要はないって言うけど、釣り位置を上げていった方がいいと思うから、ヘイト買わないような動きをしているのは7番さん。だから現状釣り位置は7番さん。で、6番さんに関しては、引っかかった点が、僕1個だけあって、単体、ライン、全部やるって言ったんですけれども、単体とラインしかあなた言ってないです。全部っていうのは3つ以上あるときに言うから、例えば単体、ライン、盤面、あとは、2日目以降なら紙考察見てきます、全部やりますならわかるんだけれども、単体、ライン、全部やるって、その単体とラインしか言ってないのに全部って言ったのが僕は、気になりました。それは6番さんに対するちょっと気になるところです。はい、2周目聞きます。以上。1番のプレイヤーが発言します。はい、自分も今まで喋った中じゃ7番さんが一番怪しくて、7番さんが6番さんに対して無理して釣り位置上げなくていいっていう発言、これ6番さんって2周目に釣り位置上げなかった時って6番さんの精査ってまずできないから、6番さんが2周目にどこを怪しいんでどこを釣りたいかで、もう6番さんってさの判断でしかないから、そこを無理してあげる必要ないって言ったらさ、もう誰も釣り位置あげなかった時、6番さん、7番さんって釣り位置多分言えないと思うよ。8番さんも9番さんも自分も2も
わかりません。釣り位置上げれませんだと、6番さんと7番さんって、釣り位置多分言えないと思うから、7番さんのちょっと言ってることがおかしいかなと思うんで、現状の釣り位置は7番さんかなと思ってます。2番のプレイヤーが発言します。なんか1番さん結構7番に対して過剰かなっていうふうに思ったな。7番って無理をしてあげる必要はないって言ってるから、なんか7番思考の中で6番が無理やり上げてきたなって思った時に人外になるんじゃないのっていうふうに俺は思ったかな、ってか解釈しました。な、6番目線で普通に上げてた場合、別に7番目線で6番引っかからないだろうけど、6番が無理をして上げた時っていうのを7番さんは引っかかるって言ってるから、別にそこは変じゃないとは思ったけど、7番思考の中で6番のね、まあ、印象が悪い、ね、前述の発言って印象が悪くないとね、まあ、出てこない発言だと思うのに、7番が、6番は別に印象悪くないって言ったところはめちゃくちゃ怪しいと思ってるから、なんか7、17ローロータッチはあり得るのかなっていうふうになんか思いましたね、以上で。3番のプレイヤーが発言します。ヘイトが7番さんに向いてる中、2番さんって7番さんのヘイトを下げるような発言したけど、2番さんは7番さんの村要素を拾おうとしてるかもしれないけど、7番さん自身で、俺は言葉足らずだと思ったのよ。だから、2番さんが7番さんにそう捉えるのは、ちょっと7番さん自身の言葉が足りないと思ってるから、俺は2番さんの7番評価っていうのが印象が悪い。頭無よ理くやありりそうが解釈とう。すればできるかもしれないけど、それはちょっと無理があるかなっていうふうに思ってます。で、事前に気になってるのが9番さんなんだけども、9番さんが6番さんにあげた全部の山要さん素、村ありがと別に1う。周山目村おじでさんあり2がつがとう。その全部じゃないって思ったんだよね。2日目以降、全部が3つになるのは分かるんだけれども、2つでも全然いいと、全部で、いや、1日目は2つでも全部で全然いいと思ってるからさ、9番さんの6番さんへの、叩きがものすごい不当だなっていうふうには感じてました。2時点で9です。4番のプレイヤーが発言します。なんか現状釣りたくないって、まあ、今一回発言聞いて思ったのが2番さん。まあ、17ローあるんじゃないかって視点を落としてるから、まあ、あんまり釣りたくないなっていうのがあって、まあ、保存してもいい位置かなっていうのを思ってて、で、3番さんに思ったのは、2番さんはヘイト下げたって発言があったんだけど、まあ、そんなことはないかなと思ってて、2番は7番の村の可能性っていうのも追いつつ、結局としては怪しんでて17ローあるのかなって結論に至った人物だと思ってるから、2番さんはそこまで7番をかばったっていう内容ではなかったと思うから、そこは違うかなと思ったから3番が怪しいぐらいかな。あと他は2周目聞けばいいかなと思ってて、まあ、7番さんについての、あと今後ヘイトどうなるかって見ていく必要があると思ってます。以上。5番のプレイヤーが発言します。7番、2番、4番が無駄かなと思いますね。7番の6への指摘ってめっちゃ良かったじゃないですか。無理して上げる必要ないんですよ。だって6番さんの2周目ってほぼほぼ釣り値上げれないでしょ。上げる方がおかしいぐらいだよ。2周目のトップバッターで上げる方がおかしいぐらいだから、無理して上げる必要がないって言った7番無駄でしかないですね。で、8番は7番に対して6番にはっきり言わんといかんでしょっつって怪しいんだけど、求めすぎなんですね、8番って。叩きを入れてるだけだよね、8番。9番も、まあ、7番は怪しいんだけど、1番もね、なんつったっけ？7番が6番に対して、ツイッチ上げなくていいって言ったのはおかしいって言ったけど、さっき言ったように、上げる必要ないんですよ、別に6番さんの、1で特に。ツイッチ無理して。だから、7番のような発言が普通で、ちょっと、いいけど、2番と4番は無駄だなと思った。ちょっと説明はちょっと省くけど。724は釣り値じゃないです。はい。釣4りって番言ってのねえよ、プレイ結論。ヤーが発言します。標準かな。いや、95秒。7釣りか5釣りやね。あれ、誰も出えへん。太鼓出らんのか。芸能出ないっすか？芸能。まあ、7は8番が言った通り、俺は思考会でなんか逆らわざと逆らうかのような、むちゃくちゃお手本のようないいこと言ってたよこれね。価値格やろ、8占本当いす人れ外、そば。んなの。5番が2、7、
4釣りたくないって言ってる。3番の強靭はなさそうやね。5番もおかしいと思ってる。まあでも発言聞かれへんでも無理やりとかじゃなくてもおかしいと思った発言なんか絶対一周聞いたあるから、まあ、5か7発言聞くけどね。5番なんか全員の発言聞いた後やのに釣りたくない位置だけ言ったった。釣りたい位置はな、だいぶおかしいよ5番。釣りたくない位置なわけで聞きたくもない。7番のプレイヤーが発言します。やっかぶり出しきたか。強靭かな。もし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 、聞こえますか？ありがとうございます。はい。6番さんが、もう一回言うね。1周目の発言に基づいて無理にあげたらおかしいっていう。これは2番さんの解釈通り。ただ言葉足らずだったな。3番さんに言われたけど。めっちゃ伝わる。伝わる？ただ、2番さんに違和感あったの、違和感じゃないな。意味わかんなかったのは、7.6 が印象悪くないじゃないとおかしいみたいな。どこが？どの点で？6番さんどっかなんか悪いとこあったん？俺の話からすると、無理にあげようとしてるから印象悪いってなるはずだってこと？それは違うよね。それは6番さんの話を聞いてないってなるかね。俺の話じゃなくて。だからおかしな、後半おかしな流れになってんなって思いました。確定の6番さん5に行ってたけど、5番さんかわいそうだなとしか思いません。釣りたくない位置、村位置を上げてるだけであって、5番さんのローンは全否定されてる。はい。あ、いや、狼っぽいのは2番さんかなと思いました。正直、後半。8番さんの話は、ごめんなさい、ちょっと、まあいいや、2周目かな。まあ、4番さんは、まあいいや、触れてもしょうがないな。銀を釣りたいってだけかな。8番のプレイヤーが発言します。はい。そうですね。言葉足らずだったかな。なんかはっきりそんな感じで聞き取ったんですけど。はい。どうだろう。いや、俺6番さんの言ってること分かりますけどね。無理やりでも言った方が、今1番さんも言ってましたけども、ヘイトを買いたく、ヘイトを買うとか買わないとか、そういう動きに基づくんじゃないかと、俺は思うわけで、うん、あ、それはしない方がいいんじゃないっていう方が俺はおかしいと思ったんで、まあ7は怪しい。で、まあそこをね、完全になんか、まあ誰か言葉足らずって言ってたんですけど、まあ、まあそれは置いといて、でそこを5番さんが完全に、いや7の言ってること正しいよって言って、それはそれでまためちゃくちゃ変だなと思ったんで、まあ5、7、まあ5、7で、でもね、5、7ロローは、なんかつながりすぎてる気がするんで、まあ、どっちか強靭、どっちか人狼とか、そういうパターンなんじゃないかなと思ってます。って考えたときに、1、2か、まあ、2番さんはっきりね、7、1自分の視点、なんか、シャキシャキと怖がらず言ってるなって印象あったから、結構印象いいんですよね。まあ、市場さんはちょっとなぞっただけって感じで、まあ、2周目をまた聞いて考えます。はい。9番のプレイヤーが発言します。ああ、平和村か。まあ、まさか人外が何もしてこないって僕思ってなかったから、ね、なんか発言だけ一周聞いておかしいなと思ってたのは5番さんなんですよ。5番さんって、なんか7、4、2がいい、7は村でしかないって言って、まあ、で、その後2、4は村だと思ったって言って、これ完全になんか白透けしてるような感じがする。うん。だから僕5番落としたいんだけど、で、7番さんがもし釣られなかったら明日、まあ釣られても遺言で言ってほしいし、釣られなかったら言ってほしいんだけど、
7番さんは6番に対して釣り位置を無理して言う必要はないって6番さんに対して言ったのか、それともあの全員に言ってたのかっていうのを僕ちょっとそれ気になってて、だから僕も釣り位置5、7でいいと思うんだけどって思うんだけど、で何もしてこあの5番さんの言った、7は村だと思う、で24は村だと、あ7は白いって言ったのか、7は村でしかないって言って、24は村だと思ったって言ったから、その場合って5番さん視点だと狼が7を釣り位置に従っているから、うん、7は村でしかないとかってなると思うんだけどって思うんだけど、うん、まあ、で3番さん隠し郎だから僕3番さんって強人もあると思うから、あの一応言っとくけど、僕はその6番さんの言った全部使っていきますっていう話を、その全部っていうのは3つ以上のことを言うからね、例えば僕がよしみんな頑張るぞって例えば1番さんに対してだけ言ったらおかしいから、3人以上いないとみんなとか全部ってなんないから。1番のプレイヤーが発言します。ね、俺あんまり3番さんは王冠強人っぽくないかな。結構2番叩いた視点は良かったし、まあ、9番叩いたのはちょっと分かんなかったけど、多分3番強人なら多分1とか8とか釣りをした方がいいと思うんだよね。そこを3番って1、8叩かず2とか叩いてる時点であんまり強人っぽくないから、俺は村を占えば勝ちだと思ってて、まあ、俺が一番村だと思うのは8番さん。まあ、2周目はあんまりしっくり来なかったけど、1周目の7叩きが、俺良かったから。で、平和村って結構ライン切りするんだよね。8番さんってその位置で7ぶっ叩いたから、7、8ローローも少なからずあるんで、俺は7釣り8占いが一番いいと思う。で、2番さんも結構7、1追ってた感じがするんで、まあ1からヘイト買うよねあれって。だから2番って7 1本でいいとこ1までヘイト向けてるから、2番も強人目で5番も強人目だから強人占っちゃ絶対ダメだと思うのよ。だから6番8番が強人であの位置でいきなり7あんなに怪しい7叩けないと思うから、これ8の強人ないと思うんで7釣り8占いでいいと思うんで、もう5番さんは明日釣ればいいと思う。で、もし8に白が出た場合は、自分2と勝負するから、それでいこう。2番のプレイヤーが発言します。なんか一周回って一番の陣外だけ分かったかなって思いますね。なんで自分占いを推奨できないんですかね、一番さんって。ちょっと分からないな。だってさ、なんかこの村でちょっと進行が変だなと思ったのって8と1なんですよね。まず僕8番って3に強人名を感じていないのであれば、ね、自分占いで勝ち確なのにもかかわらず自分占い推奨できない位置で、1番さんは2占えば勝てるって言ってて、その後に2番が強人っぽいんだよねって、だから8占いっていう視点変更と、なんかなんで自分じゃダメなのっていうふうに素直に思いましたね。はい、1釣りで2占っていいですよ、それで勝ち確です。はい、まあなんか票足りるかわかんないんで、まあ、任せますけど、はい、僕は一番投票します。以上です。3番のプレイヤーが発言します。ん？一釣りですか？まず9番さんごめんなさい。で、4番さんに、俺の、思考っていうのを言っとくと、俺2番さんの、ヘイトを、俺は下げたと思ってんの。で、その後に17ってつなげたじゃん。それが、2番、27人狼だったら俺ありえるなっていうのを、多分それが俺が説明しきれなかったところかなっていうふうに思ってます。で、8番さんが57太すぎるって言ってたけど、俺は27の方が太いかなっていうふうには思ってるんですよね。だから2周目の8番さんの精査はすごく違和感を覚えてます。で、そうだなぁ。岩さんが、1番さんの黒要素っていうのをもうちょっと説明してくれないとね。うん、だから俺は1周目から、まあ1周目で2級って開けたけども、2は撤回しないなっていうふうには思ってますね。で、そうだな。まあ4番さんが完全に決めればいいことだけど、まあ、釣り1っていうのは、完全に指定しない方が俺はいいんじゃないかなというふうに思ってます。それでラインが見えたりもするし、まあ結構すごいライン見えてるんだけどね。27だったり、
まあ、5、7もあったりとか、で、1だったら、まあ、それは2番さんのあれ思考になるけども、1、7っていう形にもなるから、まあ、今日はまあ5番さんの発言まで聞いて、まあ、思考だけ残しておくと、俺、27人狼ご狂人かなというふうに思ってます。そうだね。まあ、8番さんも2周目、だいぶ黒かったけど。4番のプレイヤーが発言します。6番さん、1番の狂人ないと思ってるから、1番さんが多分、神狼だと思うんで、神狼っていうか村か人狼だと思うんで、1番占いでいいと思ってて、他に占い当てたりとか、っていうのも一番強人がないと思ってるし、うん。一番仮に強人だった場合7番が怪しいって言われて、まあ、連続で便乗し続ける強人は俺いないと思ってるんで、一番強人が基本ないと思ってるんで、6番さん1占い推奨。3番の強人がないかなって思ってるんでってぐらいかな。まあ、強人があるとしたら5番さんとかかなと思ってるってのがあって、まあ、2番さんか8番に1人は人狼はいるんだろうなっていうスケールですね。まあ、一番占いしたときに、まあ、一番白黒結果見たときの2番さんの反応が見たいっていうのがあるかな。2番さんが初週で7番1番の人狼ってて、まあ、1番の人外が分かったってスケール持ってるから、1番占い当てて2番さんの反応見るのがいいかなって。あと7番に対しての視点が2番さん今週なかったから、そこの視点も聞きたいと思ってるから、かな。個人的に釣りたいのは8番さんなんだよね、だから。7番さん殺す議論を8番1番2番持ってると思ってるから、一つ削ってもいいかなと思ってるのと、まあ、5番さん、7番さんは基本的に議論で釣れると思ってるから、8番さんとか1番さんあたり釣り、もしくは占いで色見るっていうのがいいかなと思ってて、1番さんが人間か人狼だと思ってるから、ここを占い当てるのがいいかなって思ってます。ってぐらい。自分の希望ね、これは。ってぐらいです。はい、以上です。まあ、完全にしてはしないけど。5番のプレイヤーが発言します。っていうか、まあ、1、8、人狼、7、強ぐらいかなと思いますけどね。7番さん、ちょっと2周目、まあ、発言順もあるけど、やや落ちたなっていう感じ。まあ、まあ、村っぽくないなと思ったのと、1番の発言で1、8、人狼って浮上してくるんですよ。1番が8番の強人をひたすらしてるじゃないですか。8番は強人ではない。8番は占う価値があるとさ。で、今日は1番目線は7釣り。明日5番を釣ればいいじゃん。最終日に2番と戦うよってことで、1番8番人狼で相方の8番の黒を占いとして見せたいっていう構図に見えないですか。うん、1、8人狼で占い一応6番の8番占ってって言ってじゃん、強人してるからさ、1番って相方の8番占わせて1、8はありませんよっつって明日5番釣りで最終日に2番と戦うってさ、1番発言してるからもう1、8人狼にしか見えないんですよ。うん、2番はやっぱり白いと思いますよ。強人値はなんかちょっと伸びなかった7番。だから4番さんが、ね、役でね、最終の8番目の位置にいるから良かったんだけど、今日は8番落としていいんですよ。で、1番占ってゲームセットだと思う。本当にそう思ってる。うん、1、8人狼しか見えないと思う、俺は。うん、だから6、9番さんみたいにね、5番釣りたいとか、その位置で行ってもらうと困るんですよ。だからあんまりね、釣り位置って、順番の考えでもらって言ってほしかったなと思って、うん、8番落として絶対いいと思う。これは騎士の8番、うん、4番さんに合わせた方がいい。8番行こうよ、うん、8番占いで1位で打つ。全プレイヤーの発言がしその疑いにはどんな根拠がある。はあ、投票が終了しました。追放されるプレイヤー8番釣りとかねえやろ。はい、まあ釣られちゃってまあ残念なんですけど、いやどうだろうね、うん、57で人外じゃないかなって思うんですけどね。やっぱそうなったら5番さんが強人っぽいか。で、7番さんかばってるっていう構図か。5番さんが人狼だったら7かばわないよ、うん。ってなるとやっぱ5が強人で7がロー。ってなっ
ったとき、どっちだろうな、1-2。まあ、1-7はないか。1-7はないね。2-7だね。うん。うん。まあ、6番さん、だから、まあ、1番さん、占っていいと思う。それで終わりやと思うけど、まあ3の強人がなかった。夜が更けました。人狼に気をつけてください。うーん、7八人狼5か2に強人だと思うけどね。7番8か、いろいろあれすれば勝ちやけど、占うかな。明けました。ああ、勝ちか。昨夜は1名の方が亡くなりました。91番のプレイヤーが発言します。うーん、まあ俺は8最白だったから8占って、俺はもう勝負したかったけどね、正直。78もあるんだよね。あの、平和村にしたいとってライン切るから、8番さんがその位置で7番怪しいんだのって78あるから、俺は7釣り8占いがいいと思ったけど、まあ、勝ち確だと思う。これも2と5と7に強人いたら負けだよ。俺3番の強人って追えなかったから、いないの？俺強人じゃないけど、いないのね。じゃあ8が強か。8強か。8番強人ってことは27ローローか。27ローロー。8強か。5番さんが村ってあんの？まあ。一応一番怪しいとこ釣った方がいいと思うけど、やっぱ7番さんの釣り位置はなかったら議論って絶対伸びないからね。で、7番さんの提唱してることって8も釣り位置はない、9も釣り位置はない、みんな釣り位置はなかったらどうやって判断するの？まあ現状78もあるから7釣りでいいとは思うけど。2番のプレイヤーが発言します。まあなんか一番白が見えたのであればまあ7かなっていうふうに思いますね。はい、うん、まあ7つって終わらなかったらオートで5番でいいんじゃないですかね。まあもう占い師がね一番に強人がないと思って占ったのであれば1は村決め打ちでいいんじゃないですか。まあやっぱり7番のまあ初日のね問いかけがやっぱりなんか、いや6に対しての最初の発言って、7番からの6に対して、ね、印象が悪いっていう感情を抱いてなかったら出てこないと思っていて、でもなんか、まあ、発言の最後に、まあ、印象が別に悪くないみたいなこと言ってるから、ヘイト管理してるなこの人っていうふうに思いましたね。はい、まあ、7番狼だと思います。3番のプレイヤーが発言します。2番さん時点での、自分の頭の中で納得して、例えば1番さんが核人外って言った2日目で、今日に限って、1番さんが白って出たことから7で、7で終わらなかったら5でいいんじゃないっていう言葉がね、俺は2番さん村には聞こえないんですよね。2番さんがもし村だとしたら7つって終わらなかったらもうあの応答で5だから、5番さんの黒要素上げていけますとか、そういうふうにはね、そういう発言になるとは思うんですよね。で、5番さんに関してなんだけども、5番さん単体で見てどことつながるかって言ったら、俺はそれは見えてないから5番さんが単体で強人なのかなというふうに思ってるんですよね。だから、2日まで言った27人の5強というのが一番しっくりきてるんですよね。まあ、8番さんの色が分からなかったことから、8番さんとつながる要素っていうのはもうあの説明っていうのがもう全員できないんですけれども、まあ4番さん6番さんがいるので、俺は発言だけで言ったら2と5なんですよね。
まあ、7番さんの要素で、単体おかしい部分もあるってあるんですけれども、そのおかしかった発言というのを2番さんが下げてた印象があるから、俺は2、5のどちらかで今日投票する位置を迷ってるんだけど、4、6番さんの意見で、7番さんに行くっていう、思考も残しておきます。以上です。4番のプレイヤーが発言します。3番さんに行か5か、まあ、1白見えたら基本的に5か7のどっちかの釣りでいいと思ってるんで、8番釣ったのってねと思ってるんですけど、まあ、7番を釣らないと話が進まない人が多分1番2番だと思ってるから、どうなんだろうな。なんか5番さんもね自分に便乗した8釣り中占いでいいんですよって、1周目の7番2番4番の村のスケールとかも分かんないからね。6番さんが5番投票する気持ちも分かるなと思って投票見てましたけど、まあそうだな、まあ、2番さんを殺す議論は3番さんが作ってるから、まあ、2番さんが人狼であったとしても 100% 負けとかって未来はないと思ってるんで、まだ村勝ち全然あると思ってるので、まあ、5番か7番にいる人外っていうのを落としたいですね。まあ多分ほぼいると思ってるんで。どうなんでしょうね。まあ、これ8番が村だった時に5か7に1人は人狼いるっていうのが確定なんで。まあね。なんかどっちもどっちなんですよね。まあ話聞いて決めます。ここは全然指定したいんで。はい、5番のプレイヤーが発言します。まあ2番、あのね、今日、あの一番白見結果見えて、もう2番の核人外はあの決定したんですよ。発言でも決定しました。これ3番さんと4番さんと6番さんにね、言うけどね。2番っていうのは、今日7番行って終わらなければ、明日大トレ5番でいいんじゃないですかっていう発言はおかしいじゃないですか。うん、だって2番さん8番で村が落ちたのか人狼で落ちたのかで精査してないんですよ。僕は8番さんで人狼が落ちたと思ってますよ。うん、あの遺言が全く白くなかった。もうちょっと泣いてたなって、ちょっと4番と5番にやられて泣いてたなって思って、あ、人狼落ちたなという感覚あったんですよ、うん、で2番さんだけは8番が村で落ちてるか人狼で落ちてるか何の精査もしてない、相方だから、うん、2番と8番が人狼で相方だから、これは一応結果出たのと、2番が今日7つって終わらなければ大トレ5番で言っていた発言がもう人外でしかない、うん、8番を省いてる。だから今日は2番でいいし、7番さんが6番さんに、ね、無理して言う必要ないっていうのはやっぱり正しいと思いますよ。6番さん無理して言う必要ないですよ。トップバッターの位置でわちゃわちゃと霊の占い師がわちゃわちゃ出た時に、次なんでとてもないじゃないか言えないんですよ。優しいじゃないですか。だから2番つって終わると思いますよ、うん、8番の遺言は黒かった、うん、やや4番と5番に釣られて泣いた人狼にしか聞こえなかった。2番で絶対悪いと思ってる、うん、2番だけは8番の精査をしてない人物、はい、6番のプレイヤーが発言します。今日は全員7に行ってください。7、7釣りっすね、うん、7釣りで7、8人狼と思ってます。はい、まあ、自分噛まれるんで7で終わらんかったら好きにしてください。もう票ばらけといたら7いってな。7番のプレイヤーが発言します。理由ぐらいは言ってほしいけどな。まあ2号ロールはないとは思うから、それで進むならとは思いますけども、2番さんでしょ。こんな28が十分。でも5番さん村で確定でいいと思うけどね。ただちょっとニュアンスが違うんだよ。みんな言ってる6に無理して言わなくていいよじゃないんだよ。無理して6番さんが上げたらそれは怪しくなるよって話をしてるんだよ。1番さんに言っとくと6番さんにしか言ってないですからね。9番さんも聞いたけど、みんな無理しないでねなんて言ってないからね。こっちはすごい解釈だなと思いました。2番さんは1白見えて、ああじゃあ何 5、7?7 じゃないっていきなり言い始めたんだよね。1の巨人も追わずに手のひらくるりんじゃん。こじつけでしょ。みんな2に合わせて。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠が。
投票が終了しました。7、8じゃねえんかな。プレイヤーはゲーム終了。ああ、やっぱそうだ。村人陣営の勝利です。よかった。ああ、2強ね。ああ、2番さんなんか2占いがもう強人っぽく見えましたね。僕もまあ死んじゃってて、僕8番が狼って分かってたから、なんか、まあ僕は霊能だったんで、8狼ってつけて。あれ9番さん守れなくてごめんなさい。いや、全然、占い守りでいいですよ。いや、残り5秒ぐらいまで9番さん声にしてたんですけど、チキって6番さんに戻しちゃったんですよ。すいません、すいません。もう、6守りがもう安牌なんで。はい、まあですよね。まあですけど、ちょっと、まあ大体霊能噛まれるじゃないですか。そうですね。で僕もなんか平和村になったから最初95秒で出なくて、いや、ワンチャン出なくてもいいのか、スリーチになってなかったから、なくていいのかなと思ったけど、6番さんがもう一角して、あれ、霊能はって言ったから、もう出ましたね。まあ、これ4番さんが1個前の試合で言ってたやつよ。一番最初に怪しかった人物を、かばった人物をどっちが黒いかって言ったら、やっぱ最初に怪しんだ人物よね。まあですね。うん、まあ、それがなんか、負けたとき、負けたときっていうか、負けた時が村のせいじゃないですか。一番黒かった人、その元の人が村で負けただったら、まあ、陣が上手かったねって、村がもうちょっと頑張ろうねってなるけど、それでなんか陣外で変わった人が村だった時に、変わった人つってなんか負けても、あんま気持ちいい勝ち方し、なんか負け方っていうか、ないなと思って。だから5番さんが思考が違った人ってだけだったね。で、2番は多分分かってたんだろうね。2番7、8ロール見えたと思うね、あれ多分。2周目は絶対見えてましたね。僕はなんかそもそも1周目聞いたときに5番が7白とか2白とか4白で出てくるのかなと思ってたんですよね。なるほどね。はい、じゃあ次行きますね。